銅像旅行とは、見物、雇用、調査などのため、挙手を離れて、よその土地へ行くこと。旅とも。法事園によると、旅とは、定まった地を離れて、人と北の土地へ行くこと、である。大事線には、住んでいるところを離れて、よその土地を訪れることとある。一。旅の歴史を遡ると、人類は狩猟採集時代から、食糧獲得のために旅をしていた。 農耕が行われる時代になった後も、すべての人々が定住していたわけではなく、良人、三人、漁師などは食料採集のための旅を行っていた。その後、宗教的な目的の旅が盛んに行われ始めた。ヨーロッパでは4世紀頃には巡礼が始まっていた。日本でも平安時代末頃には巡礼が行われるようになった。 イギリスでは近世になるという福祉民層の指定が、学業仕上げのためのグランドツアーや、家庭教師同伴の長期にわたる、海外遊学などを行うようになった。日本では、江戸時代に、いくつもの街道が整備され、馬やカゴも整備され、治安も改善されたので、旅は盛んになった。近代になり、西欧で、鉄道や汽線などの交通手段が発達すると、ますます旅は盛んになった。 歴史現在の旅は非常に多様であり、様々に分類することが可能である。旅の分類現代では、一般庶民にも移動の自由が公に認められているが、過去においては、政権がかかっていた場合が多く、宗教的な巡礼を名目に旅をすることが多かった。ヨーロッパでは4世紀頃には巡礼が始まっており、中世にはキリストの聖杯、聖異物、 あるいはその使徒の遺物が安置されていると言われる大聖堂、修道院への巡礼が盛んに行われるようになっていた。主な巡礼路には旅人に宿泊場所を提供し世話をしたり、病人を世話するための施設も作られていた。日本では8世紀頃から西国33所四国88箇所巡礼などが行われるようになった。に。また、近世に入ってからは、 イギリスの裕福な市民層の指定の学業の仕上げとしてのグランドツアー、家庭教師同伴の長期にわたる海外遊学が広く行われるようになり、それを世話する業者である旅行代理店が登場した。1841年当時のこのような世相からトーマス・クックグループが創業した。また、こうした流行が明治以降の日本に輸入、また、 アメリカでは19世紀には、近郊の発見などにより、西部開拓という大移動、旅行ブームを引き起こした。以後、放浪者、放々やビート肉などの運動でも旅行は、新しい文化の呼び水になった。狩猟時代、人々は、食料採集のために旅をしており、鳥獣を追って、山野を歩き、魚を取るために川を上下した。 弥生時代に入ると農民は定住したものの、漁人、山人、漁師などによって、食料採集の旅は継続、また、農民以外の職は行商人であったり歩き職人であったりした。当時は人口が少なく、待っていても仕事にならず、旅をして常に新規顧客を開拓する必要があった。中世から近世にかけては店を構える衣商人が次第に増えたものの、変わらず、 旅をする商人、職人も多かったほか、芸能民、美和帽子、御世等ともいた。行政によって強制された旅も多かった。先森では、東国の民衆がはるばる、九州まで赴いた。また、洋鳥などの高納品の運搬で、重い荷物を背負って戸まで行かねえばならず、途中で、食料もき落命するものが絶えなかった。ちなみに、日本の民族学者の柳田国女は、 旅の原型は、素養町を治めに行く道のりだ、と述べた。食料や寝床は毎日その場で調達しなければならず、道沿いの民家に交易を求める際に、食べと言っていたことが語源であると考えられる、と、柳田は述べている。近世に入り、運送の専門業者が出現したことで、こうした効能のための強制された旅は激減した。やがて自由に自発的に行う旅が生まれ、 発展していった。平安時代末期までは、交通環境は厳しく旅は危険を伴い、こうした苦難に挑むのには信仰という強い動機があった。僧侶は修行や伝道のため、一般人は社寺に参詣するために旅をした。平安末から鎌倉時代は特に熊の参りが盛んであった。室町時代以降、伊勢参りが盛んになり、また、 西国33所、四国88カ所のお遍路などが盛んになった。宿泊費については15世紀にはすでに機内で、旗子の定額制が確認され、遅れて16世紀には列島の広域で定着していた。中世後期にはすでに一般の庶民が広範囲な旅行を行い得る環境が成立しており、遠方への旅行も可能な環境が整備されていた。それまで徐々に発達してきた。 交通施設、交通手段が江戸時代に入ると飛躍的に整備された。徳川家康は1600年の関ヶ原の戦いに、勝つと翌年には五街道や宿場を整備する方針を打ち出し、20年余りのうちにそれは実現した。宿場町には宿泊施設の旗子や木賃宿、飲食や休息を取るための茶や移動手段の馬や籠、商店などが並んだ。 また貨幣も、数十分の一、数百分の一の軽さのものに変わり、為替も行われ、身軽に旅ができるようになった。またそれまで多かった、山賊、海賊も、徳川幕府三百年の間に随分減り、かなり安心して旅ができるようになった。江戸時代には、籠や馬も広く使われてはいたが、足台が高いことから長距離乗るのは、 大名や一部の役人などに限られ、一般人は使うとしてもほんの一部の区間だけが多かった。船に乗る船旅も行われ、波の穏やかな内海は比較的安全で、瀬戸内海や琵琶湖、淀川水系、利根川水系などでよく行われていたが、外目では難パの恐れもある危険なものであった。農民の生活は単調、窮屈、暗いものであって旅を従ったが、 各藩の方は民衆が遊ぶことを嫌い禁止したがった。だが参詣の旅ならば宗教行為なので禁止できず、人々は伊勢山宮を名目として観光の旅に出た。庶民の長旅できる機会は一生に一度かせいぜい二度ととても限られ、一度旅に出たからにはできるだけ多くの場所を見て回ろうとした。京、奈良などでは社寺の広大さに感嘆し、大阪では 芸能上瑠りや芝居によった。若者の中には宿場の遊女と遊ぶ者もいた。旅が貴族や武士だけでなく一般民衆にも広まった。現代と比べて娯楽が少ない当時、旅の持つ意味ははるかに大きかった。また、江戸期には実編者19の東海道中膝栗毛などの旅を題材とした旅文学、気候文や絵画作品も多く作られた。 なお幕末から明治期の中日イギリス外交官、アーネスト佐藤はそ,その理由として、本屋の店頭には、詳しい旅行案内書、地図がたくさん置いてあることなどを挙げている。近代になり、鉄道と機線が利用できるようになると、一般人でも長距離の移動が楽にできるようになった。1886年、修学旅行の講師とも言われる、東京師範学校の 超と遠足が実施される。東京から調子方面へ11日間軍曹で行軍するという軍事演習色の強いものであった。旅の分類といっても様々な方法があるが、例えば次のような分類が可能である。目的地のある旅とない旅がある。目的地が複数の場合もあり、英語ではツーリングという。目的地では 各人の好みで様々な活動をすることになり、例えば、自然を楽しんだり、温泉で体を癒したり、のんびりと宿で滞在したり、文化財を楽しんだり、観光を楽しんだり、土地の産物の買い物をしたりする。また、目的地は、形式的に設定されているだけであまり重要でなく、実質は、途中の移動や行為であるような旅、移動中に、 様々なものを見てゆくことの方がむしろ主たる楽しみとなっている旅もある。期間だけを決めて出発し、行き先はなり行きに任せたり、期間も定めず、当てどもなく長期の旅に出る場合もある。放浪の旅に出るという表現もある。様々あり得るが、次のような場所はしばしば目的地に設定されている。旅の枕言葉は草枕である。草枕とは、 旅先で草で仮に枕を編んだことにちなむ。演劇、芸能などの仕事のために遠方の地を転々とすることも、旅と呼ぶ日本の初期の鉄道の多くが、社寺参拝のために作られた。基本的に SF に泊まるが、指定旅行という物語、概念もある。クルアーンの記載を根拠に、毎年8の月には、数百万人のイスラーム教徒が、メッカのモスクへの旅ハッチを行う。 自転車旅行をする人やオートバイツーリングをする人はしばしばこうした場所を目的地に設定する。オートバイ雑誌や自転車雑誌のツーリング特集号などでもしばしば言及されている。ありがとうございます。